皆さんこんにちは、手作り石鹸サポンデシエスタの月柴彩子です。今週も、毎週水曜日、金曜日、土曜日のインスタライブ11時から開催していきたいと思います。今週から2月の15日までお店ではじゃーん、1月の企画展、2月にもかかるんですが、出張お手紙社がやってくるというあの企画展が始まります。で、今日はその店内の様子をちょっとね、ぐるぐる歩きながらご紹介をしたいなと思っているので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。で、手紙社さんなんですけれども、あの記憶にね、新しい方もいらっしゃるかなと思うんですが、あの一昨年札幌の競馬場で、あのもみじ市と東京のみの市っていう、あのすごくね、大きいイベント、クラフトとそれから古道具とかをいろんなお店が集まったあのイベントが2日間、6月にあったんですね。でも本当たくさんの、ね、お客様も数万人単位で多分いらしたんじゃないかなと思うんですが、あのすごく素敵なイベントで、それを主催していたのが、実は今日から始まるこの手紙社さんになります。で、手紙社さんはそういうイベントもね、企画されているんですけれども、いろいろな作家さんとお付き合いがあるので、あのオリジナルでね、なかなか他では手に入らないような、あの素敵なね、雑貨とか文房具、それから美味しいものだったりっていうのも作られている、本当にね、スペシャルな、会社さんになります。で、今回はね、あの初めて登場する、ちょっとあの私たちスタッフも絶対やるっていう風に言ってる、あの楽しいものとかもあるので、ぜひそれもね、みんなにね、見てもらえたら嬉しいなと思っています。で、お店ではあの出張手紙社が今日から始まるんですが、1月のね、これですね、1月の31日までは5倍ポイントキャンペーンも、開催をしています。手紙社さんの企画展も5000円で1ポイントのところ5倍ポイントがつくので、すごくね、1月の買い物だとあのポイントも貯まるし、あの買い物も楽しんでいただけるしっていうので、すごくあのいい機会かなと思うので、ぜひあの皆さんお立ち寄りになってください。それでは、出張手紙社店内ツアー始めたいと思います。まずね、店内の様子からちょっとご覧いただきたいなと思います。お店の入り口からこう見た感じの店内がこんな風な雰囲気になっていて、本当にいつもと全然雰囲気が違うと思います。あのなんだかね、可愛いものがずらりと並んでいるような、そんな雰囲気がする店内になっています。で、こちらの方寄っていくと、まずあのすごくね、今回は紙物の、ね、雑貨をね、たくさんね、届けていただいています。で、今やっぱり皆さんメールとかね、 LINE でね、連絡することも多いと思うんですけれども、なんかあの今ね、きっとなかなかお友達にも会えないと思うので、こう文字で書いてね、お手紙をね、こう送るっていうのもすごく楽しいんじゃないかなと思って、あのそういう風なセレクトをさせていただきました。で、手紙社さん、いろいろな作家さんとあの作品作りされているんですけれども、あの作家さんがね、どういう方かっていうのも分かるように、ちょっと例えばここに書いてあるようなキャプションもご用意をさせていただきました。例えばあの草加明さん、私もね、すごい大好きな作家さんで、あのこういうイラストレーターの方で、家にもね、絵をね、飾っているんですが、こういう風な可愛いメモパッドがあったりとか、あと一筆箋ですね。で、なんかすごくこうストーリーを感じるような絵柄が多いので、なんかちょっとね、一言これに添えて描いたりとか、あと私このサイズは仕事でも使うんですけど、なんかみんなにね、お願い事とかするときに、あのちょっとこれにね、描いてあのファイルに挟んで、なんかちょっとほっこりしてもらえたらいいなと思いながら使ったりとかすることもあります。それから、西宿さんですね。西宿さんはあの本の装丁とかもされているので、どこかで、あ、なんか見たことがあるかもっていう方も多いんじゃないかなと思うんですが、西宿さんのメモパッドだったり、それからこれがね、すごく素敵なんですけど、あのポストカードブックになってるんですね。
中に12枚あの絵柄の違うポストカードが入っているので、あのお友達にね手紙をね、その人のことを思い浮かべながらこの絵柄にしようかなとかっていう感じであの選んでいただくと楽しいかなと思います。それから、西宿さんのこれもね、あのグリーティングカードなんですが、ここの白い部分がすごく細かい切り絵になっていて、で金色の箔が入っているので、ちょっとお祝いの時なんかにあのコングラチュレーションって書いてあるので、プレゼントに添えてあげるといいかなと思っています。競馬場でやったねもみじ市の時もすごく大人気だったのがこの大森優子さんのカードになります。でもうすぐ立春ということもあって、大森さんがあの立春にふさわしいちょっと春らしい絵柄のものをあのセレクトをしてくださっています。ミモタとか 夜の風景、それから桜景色ですね。で角がこうちょっとねこういうふうにくるっと丸くなってるんですけど、実はねこれ私もびっくりしたんですけど、大森さんが一つずつ角丸にあの手作業でしているという衝撃のあの手作りのあの本当に貴重なカードになっているんですけれども、あのこういうカードも並んでいます。ちょっとねどれにしようかなって迷っていて、スタッフの山崎はもみじ市の時にお買い物したかったそうなんですけど、大森さんのところがもうすごくあの人がたくさんでたどり着けなくて、あの今回見れてすごい嬉しいっていうふうに言っていました。で大森さんにはあの実はねもう一つあの去年の秋に手紙社さんと一緒のオンラインもみじ市を開催させていただいたんですけれども、その時にまたちょっとね詳しくこれは別の時に紹介したいなと思うんですが、手紙社さんと手紙社さんの中に部員制度っていうのがあるんですけど、その部員さんとシエスタで、コラボをしてオリジナルの香りを作らせていただいて、ハンドフレッシュナーをあの作りました。でこれがパッケージがあの先ほどの大森優子さんが作ってくださったあの書き下ろしの絵柄がついていて、ブルーフェアリーという名前がついているんですが、レモンと青文字とハッカのすごく爽やかな香りのハンドフレッシュナーで、普段うちで作っているものとまたね雰囲気がね違う感じになっています。で今回はそれにプラスしてあのなんとねスキンクリームもね作らせていただきました。みんなから人気のタイプのスティックタイプのスキンクリームをご用意をさせていただいているので、これはあのオンラインショップでもちょっとまだ日時はっきりしてないんですがご紹介をする予定ですので、ぜひあの楽しみにしていてください。オンラインショップではね、このハンドフレッシュナーとスキンクリームと、あと大森さんのメモパッドをご用意をさせていただく予定になっています。でそして、今回はあの手紙社さんとあとすごくご縁がね深いとても仲がいい2人の作家さん、高畑正雄さんとカタカタさんもあの作品の方を特別に送ってくださっています。で高畑さんといえばね、もうねこの熊のね柄がもうなんとも可愛い作家さんなんですけれども、イラストレーターの方なんですが、最近ね高畑さん木彫りの熊も作っていて、それがねめっちゃ可愛くって、私はいつかあの高畑さんの木彫りの熊が欲しいと思っているんですけれども、今回はあの文房具中心に送っていただいています。でこんな感じであのちょっとね切り抜きのねほっこりするね絵柄のねカードがこういう風に並んでいたりとか、あとこのねブローチが毎回あのすごく人気なんですけれども、本当にレーザーカットで切り抜かれたあのブローチね、こういうものが、並んでいます。そして、いつもあのもみじ市とかだとすごい人気で本当にすぐなくなっちゃうのがこれなんですけど、何かわかります？みんなこれね実はね印鑑日付印なんですよね。であの日付が変えられるようになっているので、あのそれこそ日記を書いたりとかそういうのをする方があのここにピッてこう押して日付を入れるとすごく可愛いなと思っているんですけれども、すごいねこのねクマがねもう超最高にね押すと可愛いんです。クマと招き猫とそれからもう一柄ね、今回は柄が用意してくださっています。
そして、先ほど話したスペシャルなものというのがこちらになるんですけれども、あの高畑さんと手紙社さんで作った、ガチャガチャになります。でこれが、本当に今回初登場のガチャガチャになるんですけれども、あの柄がね、なんとね、北海道おちょこガチャっていう名前の通り北海道の限定の柄が入ってるんです。タンチョウとそれからとっかり、とっかりって、ね、とっかりってなんだ、アザラシ、とっかりとクマとそして毛ガニとそして1個シークレットの柄が入っています。でこういうふうに中を見ていただくと、あの赤いやつがシークレットの柄になるんですけれども、こちらは1回880円になるので、あのご希望の方はレジであのおっしゃっていただいたら専用のコインをお渡しするので、本当にガチャガチャガチャっと楽しんでいただくようなおちょこガチャになっています。これはね、本当スタッフがみんな私たちもやりますみたいな感じで、楽しみにしているものになります。でこんな感じで、さっきのはあの北海道のおちょこだったんですけど、それ以外にも高畑さんいろんなあの柄のおちょこを作っているので、本当におちょこにしてもいいですし、あとちょっとね、あの小鉢代わりに使っていただいたりとか、とっても可愛いあの食卓になるんじゃないかなと思います。でそれから、マスキングテープとかもね、いろいろ届いているので、ちょっとざーっとこちらの方はご紹介をしたいと思っています。で個人的にツボなのは、手紙社の焙煎師の関根さんが書かれたあのコーヒーがあるさっていうマグカップ、これはね、なんかツボです、可愛いなと思っています。それから今どうしてもね、手を洗う機会が多いので、あのとっても素敵な柄 の, あの作家さん、テキスタイル作家さん の, あのハンカチなんかもご用意をさせていただきました。そしてテキスタイルといえばなんですが、シエスタでも個展をしてくださったことがあるカタカタさんが、あの今回はあのたくさん作品を送ってくださっています。でもうね、手ぬぐいもね、すごくいろんな柄を送ってくださっているんですけど、一つずつあの広げた時の柄が分かるようにちょっとした、ね、メッセージも添えてカードをご用意してくださっているので、これをね見ながらあのちょっと選んでいただけたらいいなと思っています。あとね、あのポストカードでクジラのねポストカードがあったりとか、あとあの前回うちで個展をしていただいた時もすごく人気だったあのハンカチ、私この狼柄のスカートを持ってるんですけど、なんかね持ってるとすごくね、カタカタさんのあの絵柄はこうワクワクするような感じがして、とっても素敵な、作品が揃っています。なんかね、染め方とか技法とか本当にね、あの語りたいことがいっぱいあるんですけど、ちょっとね今日はそこまでお話しする時間がないので、また時間をね改めてゆっくりとってやりたいなと思います。そしてあの2点限定になるんですけれども、原画の方も今回は刷ってくださっていて、今年の干支の柄である牛さんとそれから熊さんですね、こちらの方は和紙に、染められた原画の方になります。でそれからあとすごいあの可愛いのがこちらですね、あのハチドリがこう飛んだ、モビールなんかも今回はご用意してくださっていて、これすごいね、あの本当丈夫なんですよね。なのでこれちょっとお部屋にね飾ったらすごい可愛いんじゃないかなって思っています。で最後にですね、今回あのとってもお手紙を書くものが多いので、あのスタッフでお手紙コーナーを作ろうっていうことで、あのいろいろねペンをご用意をさせていただいたので、その場でねあの選んでいただいたポストカードとかあの一筆箋にお友達にメッセージとかを書いて、あのシエスタのアイテムとかと一緒にあの郵送で、宅配便でしたら店頭で受けたまわってご郵送することもできますし、あとそのままね書いて郵便局に持って行ってあのポスト投函したりっていうのもできるように、ちょっとお手紙コーナーをご用意をさせていただいているので、ぜひご利用になってみてください。
ちょっとね駆け足でねバーッと紹介をさせていただいたんですけれども、こんな感じでなんかもう本当に見てるとな週もね店内をぐる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 回りたくなるようなちょっと店内を、今回はご用意させていただいていますので、ぜひお立ち寄りになってください。で、手紙社さんの展示は今日から2月の15日まで開催をしています。今日もご視聴くださりありがとうございます。